なんていうんだ、アニメの説明をまずしていこうかなと思いますよ。クシーさえのしません。よし。まず、一応ね、監督、この放送するために準備していきました。一応ね、だいたいこんな感じです、相関図としては。うん。見えますか皆さん。なんか、一応、親子なんですよ。貝原雄山ってやつと、山岡四郎っていうのが親子なんですね。で、どこからか、わかりやすい。いや、そこをわからなかったら、多分ゲームやっても意味がわからないと思うんだね。で、山岡四郎っていうのは、マジで？みんなわかんの？でも一応知らん人もいると思うんでね。うん。そうですよ。ということで、81番さん、いらっしゃいませ。まず、山岡四郎とかは、東西新聞文化部なんですね。うん。で、山岡四郎側は、究極のメニューを作るんですよ。で、貝原雄山は帝都新聞っていう東西新聞社と敵対する、まあ敵対っていうか、これ自分で書いたわけじゃないです。ゲームからもらって、拾ってきました。まあ、いや、それは言わないでください。うん、あんまりそれ言うとまたね、なんかよくわからんことになるんで。貝原雄山ということで、スライリーさんいらっしゃいませ。イケボということで、91番さんもいらっしゃいませ。ピコハンさんもいらっしゃいませ。岡星さんは出てこないんじゃないかな、このゲームに関しては。一応監督もね、調べてきたんですよ。私がね、見た漫画では、山岡四郎と栗田優子は、ただの同僚でした。うん。で、まあ、今回ね、この、おいしんぼ、放送するにあたってですね、私も、ちょっとね、いろいろ調べてきたんですよ。するとですね、なんと、今現在は、子供ができていると。この山岡四郎と栗田優子は結婚して子供が3人いるらしいんですよ。いや、知らんかったんですよ。いや、でもこれ細かいじゃないですか、めっちゃ。なので、まあちょっと私分かりやすいように。そうなんですか。まあまあまあ、そうそっちの方が有名かもしれませんけど。で、そうだからまだね、その漫画的にはそこまで行ってなかったんですけど、まあ一応このね、うん、ということでロムジュースさんいらっしゃいませ。栗田優子はレンゲでちっちゃいラーメン作る。作りますよきっと、はい。栗田優子さんは多分ラーメンはすすらずにレンゲの上に乗っけて食べる派だと思いますよ。で、まあとりあえずそこまで分かりましたね。で、このね、山岡四郎と栗田優子の下に書いてある4人は東西新聞の文化部の人たちです。で、この大原なんとかってやつは、東西新聞の一番偉い人、社長ですね。で谷村富井、あと田畑、これは社員ですね。で、谷村は上司ですね。で、富井はこの当時はまだまだそんなに偉くなかったんですけど、結局最終的に偉くなるんですね。右上のコックはなんか食堂のお兄さんみたいな感じ。うん。で、この中松警部っていうのは山岡と、なんだろう、なんだろうな、グルメ友達ですね。うん、そんな感じです。で、まあこの究極と至高っていうこの2つのね、東西新聞社の、究極のメニューと帝都新聞の至高のメニューっていうのは毎回戦うんですよね。で、その戦う時に出てくるのが美食クラブの人たちで、その一人が京極万太郎っていう人。まあこれで十分分かったと思います。はい、はい、ということでスムキーさんいらっしゃいませ。そうですね、まあ味うまそうですよね。違います。なんか一堂に美食クラブの人たちが集まってるところに行って、2つの料理を食べさせてどっちが美味しいか決めるみたいな、らしいですね。うん、それもなんかまた言われました。はい。はい。わかりました。行ってらっしゃいません。知らんすよ、それ。私はわからないから。まあ、とりあえず出てくるの、今回のゲーム出てくるのはこの人たちだと思います。では、まあ、とりあえず、タイトルコーナーをもう一度させていただきましょう。おいしんぼ、究極のメニュー3番勝負、第3回、シャルウィーレトロゲーム、レトロフリーク枠でございます。私は料理あんまりうるさくないですよ。うん、まあ行きましょう。よし。
まあ外でね外食するとなるとちょっとねうるさくなるかもしれませんけどね。よし、では行きましょう。てます、ファミコン、あれ違う違う違う、で、あれ音出なくなったな、どうしたんだ。オッケーオッケー。で、監督料理するの？監督料理しますよ、うん、そんなことしません。さて、では皆さん、紳士淑女の方々一緒に楽しんでいきましょう。第3回シャルイレトロゲーム枠でございます。まあね、ちょっとこのゲーム自体 は、クソゲーバカゲーって言われてるゲームなんですがね、まあ、ちょっと BGM の方はねなかなか、面白い BGM が流れるので、まあそちらの方もねちょっとチェックしてみてください。音の大きさはこれぐらいでいいですか？はい、わっこつです。ということで、チーズさんいらっしゃいません。148番さんもいらっしゃいません。そうですね。はい、150番さんいらっしゃいません。あ、やべ。いきますよ。ちゃんちゃんこ言わない。ちゃんちゃんこ言わない。いきますよ。全部クラシックなんです。いきます。東西新聞社の大会議室です。はい。ということで、和骨監督電鉄爆発からということで158番さんいらっしゃいませ。さて、とりあえずですね、なんか会議室で、東西新聞社の会議室で何か偉そうな人たちが集まってるみたいなんで、ちょっとね、話を聞いてみましょう。そうですね、どうやら究極のメニューを作るか、作る会議をしているようです。それは言わない。谷村、山岡くん、何か気になることでもあるのかい？で、部長、山岡くん、今は食通の先生がたのお話を聞いていたまえ。なんか言っとるの。わかりました。大丈夫です。頑張ります。まあ、今日は多分6時間枠になると思いますよ。山岡くん、何か気になることでもあるのかね。ゆうこ、あ、これゆうこさんじゃないですか。栗田ゆうこ。緊張していて声も出ません。はい、さんいらっしゃいません。目を閉じとくだけでも十分だと思いますよ。あ、左から作曲家の広瀬先生、映画評論家の小川先生、料理評論家の永井先生だわって言ってますね、うん。全部ひらがなで逆に読みにくい。そうですね、その通りですね。私が読んでいきます。181番さんいらっしゃいません。185番さんいらっしゃいません。話してみましょう。はい、知りません。191番さんいらっしゃいません。さて、まず広瀬さんから小川先生、確かになんか変な帽子かぶってるんですけど、実はこれ料理研究家みたいですよ、うん。でちょっと話しかけてみましょう。私はフランスからフォアグラを取り寄せましょう。栗田さんは食べたことが終わりかな。偉そうに言うとりますよ。ということで、嫌をついてたということで爆弾さんいらっしゃいませ。キュウリじゃねえよ。確かにキュウリっぽいけどさ、キュウリじゃねえよ。キュウリに見える？確かにキュウリっぽいな、ちょっと。確かにちょっとキュウリっぽいな。ちょっと待ってくださいよ。でもこんな人ね、出てこないんですよ。多分漫画では出てこないんだと思うんですよね。なんでなんだろう。違いますよ。まぁ、ちょっと顔は似とるけど。いえ、まだ。あ、ゆうこさん、フォアグラ食ったことないらしいですね。皆さん、フォアグラって食べたことあります？いや、見たことあります。なんか全部は見たことないんですけど。ないのか。ありますよ、私。あ、そう。みんなないんだ。フォアグラはね、まあ、そんなに美味しくないですよ。そんなに美味しくはないです。うん、そこまで。うん、これフォアグラじゃないです、キュウリっすよ。そんなに美味しくないですね。さて、じゃあちょっと他にも聞いてみましょう。永井さん、タイからツバメの巣を持っていきましょう。あれ、フォアグラの次はツバメの巣ですか？ツバメの巣は食べたことありますが、ツバメの巣はね、まあ味が美味しいというよりは食感がいい感じですね。よろしい、
こ、ない、こ、こ、あ、国会のキャビア、あ、黒い海、黒い海、トリュフとキャビアしか食べてあるけど吐いたよ、とか、キバヤスタイルしますよ、国会、デザート、うん、ないんだ、みんな、本当に美味しいもん食べたことないんですね。まあ、美味しいもんっていうかチンミってやつか。いや、それはすいません。そうそうそう、ないないない。だから、なんかあの、食感がいい感じなんですよね。フォアグラはガチョウに茹でたトウモロコシを大量に与え、運動させずに太らせて、異常に肥大した肝臓で作るのですよ。やはり、究極のメニューからは外せないでしょう。言うとります。いや、いや、それとは違うんですよ。ツバメの巣でもそのあの種類が決まってるんですよ。あの品種が決まってるんで、ふん、日本の食通と呼ばれている人間は滑稽だね、言うとります。なんだと、あんたたちはフォアグラの味ではなくその名前をありがたがってるだけだ。君は私たちにフォアグラの味がわかるのかと言ったな。じゃあ君にはわかるのかね、言うとりますよ。ブルジャー監督はこつということで269番サインしません。一番うまいフォアグラを用意しな。それよりはるかにうまいものを味合わせてやるぜ。大変な騒ぎの中、一人車種の大原大蔵だけがじっとこちらを見ています。相変わらずリスナーを見下してるねってこと。274番サイルしません。見下してません。出た。東西新聞社の社主大原大蔵です。どっしりと構えています。どっしりと構えています。話した方がいいのかな。違います、違います。社長のことです。社の主、よかろう、やってみろ。ただし期限は1週間だ。で、移動しましょう。次の日、東西新聞社の文化部、山岡さん、あなたの机です。いや結構長いんですよこれ。まず机の上、電話、うっすらとホコリがかかっています。山岡さん、たまには電話に出ないとダメですよ。電話に電話、いや、うん、まあそこは否めないですけど。ただの電話帳です。山岡、誰か見なかっただろうな。違います。グルメ大百科と書いてあります。初めてプレイしてるんで、ちょっと待って、東大新聞社の文化部、山岡さん、あなたの使い、これは一緒だな。そういうこと、そういうこと。あんまり欲しくないですね、正直。いや、それ出たんですよ、今表示が。表示が出ましたよ。栗田、いないな。俺の机より随分綺麗だな。わかりました、了解です。部長のロープ。部長はどこに行ったのかな。カラスミ美味しいですよね。たらこも美味しいですけど。で、廊下見る。エレベーター、重役専用のエレベーターです。おや、そこの横に張り紙がありますよ。監督はマーマイトでも食ってろ。辛すぎては酒の当てに最高。いや高いですけどね。社員食堂は地下1階に移りました。か、たまには行ってみるかな。まあ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 、めんどくさいのはまあしょうがないですけど、昔のゲームなんでね。資料室と書いてあります。資料室、左のドア、文化部。あ、私がさっき出てきたところか。じゃあ移動しよう。資料室、誰もいないようだな。それにしても大変な資料の数だな。それだけ？私好き嫌いあんまりないですね。そんなにないですね。廊下出ましたよ。東西新聞社の文化部、山岡さん、あなたの使いです。あ、2回見た方がいいって言ってたな。もう1回見てみようか。食堂後で行ってみよう。誰か見なかっただろうな。どうすりゃいいんだこれ。
うん、ここで東西新聞社。じゃあちょっと食堂行ってみようか。社員食堂です。今はお昼ではないので誰もいません。なんだ、誰もいないじゃないか。大里、うん、そうですね。大里さん、山岡さん、山岡さんじゃないですか。出たこいつか、謎のシェフは。で、話してみよう。一番うまいラーメンを一つ。ラーメン、誰？一蘭美味しいですよね。社員食堂のコック大里くんじゃないか。山岡さん、昨日の話聞いてますよ。僕もフランス料理を勉強してるんですが、フォアグラより美味しいものって一体何なんですか。違いますよ、俺ティッシュじゃないですよ。皆さん何言ってんすか。え、もうまだ知らないでしょ、さすがに。え、死ぬのかな。え、そんなに簡単に死ぬんですかこれ。結構死にやすいってのは聞いてるんですけど、そんなに。いや違いますよ、これティッシュじゃないですよ。どうなんすかね、ちょっとわかんないんですけど。どこでも大丈夫やな。え、そんな話なの。いやわかんない、ちょっとわかんないですけど、セーブした方がいいって言ってましたけど。評判を下げたなと逆恨みされて刺されるのか。このゲーム、いや可能性はありますよ。わらわら、監督尾道ラーメン好き。話せレグやぞこいつ。マジっすか。まあ確かに一致してますけど、これティッシュこれ乗っけるんですか。帽子がなくてティッシュ乗せてるんですか。山岡のここだから前触れなくちゃ。アナセレブですけど、341番さんいらっしゃいません。まあじゃあ、まあ今日はね、この二人に関してはティッシュとキュウリ、ティッシュとキュウリが出てきたということにしておきましょう。じゃあちょっと移動します。はい、再び和骨ですということで、346番さんいらっしゃいませ。キュウリも出てこないじゃん。いや、出てくるかもしれませんよ。で、自分の机。お、もう退社時間か。え、やばない。山岡くん、いい加減にしないか。ティッシュとキュウリで何の料理ができるのかね。わかりません、ちょっと。もう外。働いてない。仕事せんでもいいのこれ。まあでも実際山岡さん、東西新聞社で漫画の中であんまり働いてませんからね。夕暮れ時の街並みが綺麗です。1日目終わった。監督はボジョレー飲みましたか。ボジョレー飲んでないっすね。最新で思考の配信と聞いてはくてか。ということで364番さんいらっしゃいませ。わらわら、社畜じゃないなんて羨ま。あ、これ時間制限見て見て、っけな。ゆうこゆうこ、わこつ、山岡さん、何をぼーっとしてるんですか。こいつって親父のコネで入社したのか。そうなのかな。おい人事出てこい。話してみよう。山岡さん、あんなこと言っちゃって本当にフォアグラより美味しいものが手に入るんですか。買ったその日に合わないなと感じたゲームを買ったら売った方がいい。買ったその日に合わないと感じたゲームは売った方がいい。いや別に、まあ人それぞれだと思いますよ。私は基本的に自分に合わないゲームを売りません。うん、圧倒的な男を圧倒する男さんいらっしゃいませ。ノウザイシネ、なんだろう。耳障りだな。いや東西だと思いますよ。え、やっぱりそれじゃあ一体どうするつもりなんですか。検索見て内容知ってる。言うことアフター。ちょっと落ち着けってば。ないなんて誰も言ってないだろ。フォアグラよりはるかに美味しいものはもちろんある。だけどまずいことにどれも冬のものなんだよ。え、今冬なんす、冬じゃないんですか。どれもってフォアグラより美味しいものは、いくつもあるってことですか。まずあん肝だ。それからフグの白子、そうだ、カワハギの肝もいいな。あれも夏から秋だからな。ん？わかる。いや、冬のものしか、なんか肝系はってことだよね。ウッチさんいらっしゃいませ。え？
いや、多分ドキドキしてるんじゃないですか。うつさんいらっしゃいませ。演説ありがとうございます。でもそれは今も無理だって言ってる。黙っちゃった。人間の白子は美味しくないの？人間の白子は食べれないでしょ。うん。で移動。あれ家に帰っちゃう。じゃこれセーブしとくか。監督みたいだな。肝ってファーグラも肝でしょ。そうそう、全部肝で勝負しようって言うんでしょ多分。あれあ、これパスワードなんだ。まあまあまあ、私はレトロフリークなんでよしとしましょう。初見どもどもとくで VSR さんいらっしゃいませ。じゃあとりあえずまあ帰るか。山岡さんちょっと待ってください。あ、帰れないんだ。見る町。俺の顔もキエムだけど使う。白子は清掃やぞ。ちょ待てよ。そうそう、白子は清掃のことですよ。うん、だから人の清掃は食べれませんよ。小料理屋があります。見る。これ優子見てみよう。心配そうな顔しています。休憩しようか。いや、これ小料理屋ですから。小料理の天目か。ちょっと寄ってみようかな。良さそうな小料理屋があるよ。ちょっと寄っていこうぜ。わかめの顔にある。天足に見えるんですが。いや、これは天目です。天目。天祖に見えるけどね。よし。じゃあ入ってみましょう。まあこんな時に一体何を考えてるんですか。あ、こんなこと言いそうっすよね。まあいいから。わらわら、どんそっか。天目、なんだか怒ってるようですよ。あ、これ怒ってるから、なんか変な泡吹くみたいなの出てんの。ゆうこイライラ。明らかに怒ってます。じゃあ周りを見てみる。違うでしょ、わら。何か栗田さんの右肩からスタンド出てね。出てるように見えますけど、あれ なんなんすか。いいですか、うん、いいです全然。私も世代じゃないんで。ということで422番さんいらっしゃいませ。カウンターの中から何やらいい匂いがしていますよ。その向こうには板前さんがいます。カウンターの中、美味しそうな煮物がある。煮物らしいですよ。モアイみたいな顔した板前だな。左から2番目、真っ黒で吉祥。それあれだから、主人公だから。ちょ待ってよ。で、板前、威勢の良そうな板前さんです。今日もいい声。ということで、430番さんいらっしゃいませ。馴染みの客たちと板前さんが何やら食べ物の話をしていますよ。ガンモが食べたいです。板前さん、この継ぎ出しはなかなかいけるじゃないか。違いますよ。山岡ですよ。ありがとうございます。おかげさまで味にうるさい方にも満足していただいておりますよ。言うとります。よし、じゃあちょっとお話を聞いてみよう。客へ。大好きなフグも来年の冬まで食べられないとなると余計に食べたくなるね。春になるとフグは産卵でうまくはないないですからね。アンコウも冬だけど、あれも今の季節はダメなのかね。だいぶ前、水戸でうまいあん肝を食べたけど、今の季節でもたまには取れるらしいよ。言うとります。言うとりますよ。よし、どうやらあん肝は水戸で取れるらしいです。まだね。で、どうすりゃいいんだ。え、まだ聞けるの。うーん、今頃でもあんこうが取れるところがあるんだね。ということで、アメノさんいらっしゃいませ。今でもあんこうが取れるところがあるのか。もうこれでいいのかな。馴染みの客たちと板前さんが何や。へえ、そうなんだ。よし、これで決まりだ。あん肝で行こう。山岡さん、私もお手伝いするわ。
居酒屋のあん肝はまずいけど茨城で食わないと多分美味しくないんだろうな。そうなんだ。この板前の肝でも取れば。だからそれ人だから。よし、明日から忙しくなるぞ、頑張りましょう。次の日、山岡さん、珍しく熱心に机に向かってますね。まずあんこうの取れる場所を探さなければ。これ多分メモ帳だと思うんですよね。あまり大したことは書いてないな。マジか。違うのか。電話はどこに電話するの。黒電話、本当だ。資料室に行くのか。じゃあちょっと行くよ。周り。ググればいい。まあみんなでやっていこうぜ。みんなでね、仲良く。この時間にビミシンボとかゼロセ。ということで、485番さんいらっしゃいませ。いや多分ね、すごいグラフィックだと思うんですよね。おいしんぼの作る料理。じゃあそれが見たいじゃないですか。よし、で、資料室。見る。何だったかな、あの本のタイトル。いいじゃないですか。で、移動。で、違う。いや、これはね、今、序盤はこうなんですけど、だんだん面白くなってきますから、間違いなく。まあ、見といてください。期待しといてください、そこは。さて、何から始めようか。シャバダバダ、これだ。あれ途中で済む。取ったよ。何々、36の B。これ何だったかな。これで資料室だ。で、周り。いや、昔のね、ティッシュマンに行く。ティッシュマンのとこ行ってみる。むしろ速攻積みそう。大丈夫大丈夫。いや、ほんとそうですよね。板前に聞けばいいんですよね。板前さんに聞けばいいのに、なんで自分で調べてんだろう。まあ、さすがにそこは、なんだろう。プライドが許さないのかな。違う違う、使って、これ。そういえば、この間、資料室の人に、料理関係の資料がどこにあるか、聞いたのをメモっておいたはずだ。あ、これかな、36の B と書いてある。行ってみよう、36の B。36の B。36の B と書いた棚に料理や材料の本が並んでいますよ。この日本の魚という本に載っていないかな。それ見ようよ。日本の魚。アンコウの代表的な漁場は、三陸沖である。他には漁場ね。あ、三陸沖。漁業じゃないです、すいません、間違って言っちゃった。で、移動。さかなクンさんの本かな。部長。山岡くん、あんこを取りに行く準備はできたのかね。早いな。実はどこに取りに行くかまだ決めてないんですよ。だったら漁協新聞の編集部に電話してみたらどうかね。で、移動。土部長じゃないですよ。で、ゆうこのとこ行ってみよう。あ、いたかわいい、かわいい。野口秀夫じゃねえ。野口秀夫っぽいけど、ちょっと違いますよ。笑わら、めっちゃ笑顔。山岡さん、あん肝ってどう調理するんですか。まずあんこを吊るして口から水を入れる。それから皮を剥ぎ、腹を裂いて肝を取り出してから、その場で洗って蒸すんだ。簡単なもんだよ。あん肝は傷みやすそうだから、キュールボックスも必要ですねって言ってるね。で、裸ネクタイちょっと見えるけど違うよ。で、ちょっと太っちゃったかな。で、自分の机で電話だ。電話、漁協組合で、見る。自分の机で使う。で、違う。取る。あれ、見る。あ、電話があった。電話がある。あ、電話。スマホじゃないよ。はい、漁協新聞編集部です。
東西新聞の山岡と申します。実はアンコウの取れる場所をお聞きしたいのですが。アンコウですか？今季節外れですからね。確か銚子沖ならまだ取れるかもしれませんよ。わかりました。どうもありがとうございます。これで行き先が決まったんじゃないですか。これでもう一回これ他にとなんか取れないのかな。見る電話帳、東京都職業別電話帳。移動か。移動すんのかな。で、あ、でもあれじゃん、部長に話聞かないと。部長にどこに行くか決めたって言われてたから、部長のところだ。話す。まだ場所決まらんのかね。いや決まったんですけど。調子は、はい、土部長さんちはってことで。土部長さんじゃないですよ。山岡がこんなに仕事、そうですね、今日は働いてます。524番さんいらっしゃいませ。で、話す。山岡さん、いやもうこれ聞いた話や。やばいな。これいや仕事ねしてないよね、正直ね。こいつの机何もないじゃん、わら。山岡さん見通しはどう？調子は千葉だろ。ミスったんじゃね。千葉の調子。あれ窓際だな。いや、水戸って言ってたからな。この角度キープ辛そう。いや、そんなこと言わない。どうしようかな。どうすりゃいいんだ。窓際寒そう。あ、外行けるちょ、セーブしとこう、一応。一応セーブしとこう。で、外行ってみよう。お、いきなりなんかすごいいい感じの曲が流れてきました。ダメだ、裸ネクタイにしか見えない。玄関前です。お笑いとかじゃなかったっけ。山岡さん、約束の日まであと6日しかありませんよ。そんなのんきなことをしている場合じゃないですよ。常磐線で水戸へ移動、会社。あ、天目行けますよ、行ってましょう。どうもして、わら。小料理天目の前ですよ。で、見る店まだ開いてないな。どうしよう、何かしてみようか。天目気に入ったのか。見たいですよ、天目ですよ。窓を覗いてみる。嘘をつく。ちょ、窓覗いてみましょうか。嘘をつく。あ、誰だ覗きをしているやつは。あ、ちょっと、えらいことないよ、ちょっと待って。どうする？マジか。どうすればいいの？違うんです。これには訳があるんです。覗きをしておいて、訳もへったくれもあるか。一緒に来てもらおう。待ってくれ。ということで、569番さんいらっしゃいませ。どうする？コマンド制だ。戦う、逃げる、呪文。呪文？呪文行ってみる。行ってみようか。575番さんいらっしゃいませ。行きます。暗記も暗記も暗記も。バカなことをやっていないで、さっさと来るんだ。これでは暗記もどころではありませんね。残念、ゲームオーバー。何これ、いきなりゲームオーバーになったんだけど。これか、わらわら。終わった、わらわら。わらわら、ゲームオーバー、クリア、次、わらわら。これむずいな。わらわら、これ結構むずいんじゃね、もしかして。暗記の先輩のセリフはこれか、わら。やっぱこうなったか。お疲れ。まあ行きますよ。今日も楽しい放送だった。ひどい、いいゲームだったね。いやいや、まだこれ今日はクリアまでやるんすから。下手くそ。できるだけクリアまで行きますよ。頑張って。で、おめえこれ6時間耐えれるのか。あんこら、頑張ります。ちょっと待ってくださいよ。で、クリアまでやるんだ、わら。頑張っていきたいですよ。で、でも結局見るしかないよね。セーブ、何人目落ちする。ここでセーブ。暗記も暗記も暗記もと意味のわからないことを供述しており何かするのは間違いないでしょ。持ち物はメモ帳しかないよね。警察と戦ったらもう負けそうだから、嘘つくって何なんだろう。やってみましょうか。ちょっとこれ
あーこんなところに島味が落ちたぞバカだろアホだろこいつ。これあれ板前さんだよ、板前さんにあこんなところに島味が落ちたぞって言って、お島味ですかって板前さんが出てくるのを期待して言ってんでしょこれ。出てきたよ出てきちゃったよ。ちょっとおい板前お前バカだろ来たー。なんで出てきたんだこいつ。なんだって嘘をついてすまん、実はあんたに聞きたいことがあるんだ。マジかちょろいな638番さん、646番サイルしますね。あ、お客さんは昨日の。実はある事情でどうしてもあんこを手に入れなければならない羽目になってね。マジか。そうでしたが、昨夜のお客さんが食べられたのは確か中港のものだったと聞きましたがね。すまない、助かったよ。また寄ってくださいね。これメモ帳とか使えるのかな。いやちょっと確かにあれに似てるけど、あれなんだったっけ、キャラクターの名前、名前忘れちゃった。やらないかかで、これで会社に戻って、あ、どうした、なんでいんのお前。山岡さん、なんだ君か。まあ随分なんですね、せっかくいいことを教えてあげようと思ったのに。もう知りませんだ。ぷい。いやもう元からぷいしとるやろお前。いやそうですね、ちょっとあの人ちょっとやらないか似てますんで、ぷいぷいされちゃった。部長のとこ行ってみよう。話してみよう。まだ場所は決まらんの。いや決まったんだけど。あれどうしてだ。これどこ行きたいの。あ、ゆうこのところ、ここで実はなんか落ちてんじゃないの。いや知ってるよ、廊下だよ。じゃあ自分のつけ、または食堂だよな、行くとしたら。電話してみよう。あ、ダメか。いやこれは困ったな、どうしよう。やっぱ廊下だよね、やっぱ廊下だよね多分。で山岡さん、なんだ君か。いや一緒のこと言いやった。こいつじゃねえ、こいつじゃないぞ。食堂行ってみよう。特に見るものない。どうしよう。持ち物？違うな。もう一回話す？山岡さん、なんだ君か。いや一緒じゃん。いいことを教えろよ。いやその、そう。いやそういういいことじゃなくて、私のためになることを教えろよ。ちょっと待てよ。資料室行ってみるか。なんだかな。いやどうしよう、これまずいぞ、マジでまずいぞ。でもこいつ絶対なんかヒント持ってますよね。何も持ってないんだよな。じゃあなんか取ってこないといけないのかな。じゃあもう一回行ってみようか。天目もう一回行ってみよう。何かご用ですか、話す。あ、確か東西新聞の山岡です。山岡さん、さっき言い忘れたんですけど、あ、言い忘れたことあったよこいつ。地酒のいいやつが入ったんですが、よろしかったらお持ちになりませんか。買う買う買う、買っとく、お酒を買いました。で、これちょっとセーブしとこう。言い忘れたからずっとここにいた。いや言い忘れたとかいうか商売してますよこいつ。山岡さんまた寄ってくださいね。あ、これで会社に戻って、で移動をで会社で、ここでこれあげるんじゃない、また寄ってくださいね、持ち物お酒あげるんじゃないこれ。山岡さん
なんだ君か。でこれでまた変な感じになって、女を酔わせてホテルへ。いや違う違う、どうするんだ。部長のとこ行ってみるか。話す。まだ場所は決まらん。いや決まったんだけどな。何度も話せ。話す。こんなのクリアできねえぞ。ちょっと待てよ。いやどうするどうする。酒。野口に酒渡そう。酒ぶっかけよう。いや持ち物酒選べないんですよ。ちょ待てよ。栗田さんの方か。自分の机に戻るしかないな。ちょ待てよ。なんかあんのかな。持っていくにはちょっと重すぎるな。使う。ここで酒飲んでパーリー。見る。電話してみる。あ、ダメか。ただの電話。これ難しいな。舐めてたかもしんない。監督舐めてました、このゲーム。周り？移動、持ち物、違う。移動、部長、優子、廊下。優子？持ち物使えないもんね。いやこれはもう廊下にいの知ってんだよ。話してみようか。ちょっと何回も話してみよう。もう知りませんだよ、ぷい。もう知りませんだよ。あ、ほんとだ。仕方がないわね。実は私の友達に茨城の人がいて、その人に聞いてみたら、中港から船を出せばアンコウを捕まえられるかもしれない。いや、それ聞いてきたよ。よし、中港に決定だ。よしよし。いや、ほんとそれっすよ。で、部長。話す。行き先が決まったなら必要な道具を揃えて、出張願いを書きたまえ。書かないでな。セーブしとこう。で話す。もう一回。こいつは同じことしか言わないな。で移動を。黒電話持っていこう。つまりさっきまで栗田さん許してあげようと思ったところで山岡がどっか行っちゃってを繰り返してた。そういうこと。これはもう使われないから、あ、もう移動でいいのかな。分かった、移動だ。多分電話するはないよね。ないよね。だから移動だ。よし。いやこれね、なんかすごい細かいことをさせることもあれば、なんかそのあやふやなところもあるんですよね。あ、そら優子、優子いなくなってる。ちょっと待って、クーラーボックスは優子が用意してくれてんじゃないの、多分。ボックスティッシュもいるね。ボックスティッシュは食堂にいるだけで、外、これで多分いるんじゃないかな。優子は俺の隣にいるよ。クーラーボックスティッシュ。どうすりゃいいんだこれ。またで山岡さん、アンコウはうまく捕まえられそうですか。あ、変わった変わった変わった。喋っとることは変わったね。ちょ待てよ。見よ、板前。人の良さそうな顔をしています。お前も来い。それそんなに褒め言葉じゃないからな。お前、人の良さそうな顔をしていますなんて。お前で話す。おかげさまでなんとかなるかもしれないよ。ところであん肝を作られるんでしたら、あれは新鮮さが命ですから、船の上で調理された方がよろしいかと思いますよ。そうだよな。そうするとあんこをさばく包丁や、蒸すためのせいろが必要ですね。包丁はお貸しできませんが、よかったらこのせいろを使ってください。よしよしよし。包丁はどうするんですか。包丁は家を飛び出した時美食クラブに置いてきちまったんだった。どうかしましたか。いや何、こっちのことさ、いろいろとすまなかったね。相当有能ですね。板前とかいう名前だ。いえとんでもない。また何かあったらいつでも来てください。もうダメ、もうない。オッケーオッケー。で移動を。
で会社で、ああ分かった、食堂食堂食堂だ、これで食堂に行く。で食堂で包丁、食堂で包丁、間違いない、来たー、社員食堂です。一瞬今なんか白目になってなかったこいつ、気のせいかな。社員食堂です、コックの大里さんがいますよ。話を聞く、話でいいんですよね多分。一瞬アヘ顔に見えましたけどね。話を聞いてみましょう。山岡さん、何かお手伝いできることはありませんか。クールボックスを貸してくれないか。喜んで、クールボックスを借りました。いやでもさ、他は山岡さん頑張ってください。いやマジか、いやあれちょっと包丁どうしよう、クールボックス、いやほんとそうですよね。そうなのかな。優子いない、優子もういない。美食クラブに取りに行かないといけないのか。美食クラブってどこにあるんだそもそも。外行くしかないよね。で移動、会社しかない、見る。これどうしよう、これ廊下、このエレベーターに乗るとかできないのかな。いやそうっすけど、なんかいいやつじゃないとダメなんでしょ、どうせ自分専用の。どれだろう、使う、何だろう。工房筆を選ばず、これ使うしかないよ。もう1回食堂行ってみるとか。あ、その可能性あるわ、2回行かないといけない系。来た進んだ、仕方がない、美食クラブに電話してみるか。電話したよ美食クラブ。はい、美食クラブですが、中川元気か。その頃は、その声は四郎様、四郎様ですね、お懐かしゅうございます、言うとりますよ。まあそうかもしれへんけどね、まあ、こだわりがあるんでしょ包丁に、山岡さんは。実は訳あって包丁が必要になったんだが。わかりました、お待ちしております。行くしかねえなこれは、行きましょう。で美食クラブ行きますよ。移動、廊下で移動、外、まあ、美食クラブは、まあ、山岡さんにとってはまあある意味なんだろう、敵陣みたいなもんなんですよ、敵陣みたいなもんなんで、多分なんか誰か出てくると思いますよ、ユーザー出てくるんじゃないですか。行きますよ、来た、美食クラブへ来ました。見る周り、大きな門があります。話す、誰と話すの。おーい中川、ユーザー誰だ、門の前で騒いでるやつは。やばい、ラスボス出てきた、いきなり。ちょっと門の前で騒いどったらラスボス出てきたぜ。違う、これユーザンユーザンですよ、中川ユーザンじゃないですよ、貝原ユーザン。やばい、あの声はユーザンだ、誰かいるのか。にゃーご、にゃー、にゃー、マジか。お前これ選択肢なしで、お前いきなり、おいおいおい、猫の鳴き声なんかで騙せるわけねえじゃんかよ。なんだ猫か、さすがのユーザーも猫までは料理できんわ。わあはバカちゃうか、バカな、ユーザーお前漫画とちゃうやないかお前。ちょっと漫画とえらい違う、漫画とえらい違うぞユーザー、どうしてしまったんだ。でこれは移動した方がいいのか、違うの、見る、あ、門が見れる、門の奥には立派な庭が広がっていますよ。
話すしかないのか。おい中川。屋根にベタついてるね。わらわら。わらわら。おいなんで。やばい、あの声はユーザンだ。わらわら。誰かいるのか。にゃーご。にゃーにゃー。なんだ、猫か。さすがのユーザンも猫までは料理できんわ。おおアホやろこいつ。ちょもう持ち物なんか使えるもんあんのかな。移動ダメ、会社しか行けねえ。どうすりゃいいんだ。もう一回話してみようか。あーこれもうダメだこいつ。こいつずっと出てくんのかな。ちょっと待って、もう一回だけ挑戦させて。やっぱ出てくんな。もうダメだ、全然出てこねえや。中川、これ6時間クリア無理じゃね。庭が出てきた。いやかもしんないね。もう6したか。わらわら。おや、木の影に人影が見えますよ。お、人影出た。中川さんだ。四郎様お久しぶりです。これお酒でも渡せばいいのか。違うな、話す。これが四郎様の包丁セットですよ。手間を取らせたな。四郎様、どうか旦那様と仲直りして戻ってきてくれませんか。包丁セット。俺はあの男に頭を下げるつもりはない。すまん。中川。中川イメージと違う。ちょっと違うね、確かにね。押して。これでいいのかな。じゃあな、中川。和骨。もうない。和骨でパンシーさんいらっしゃいませ。これでいいのかな。ちょっとまだそんなにあの年寄りの人じゃないんですよ。でこれで一応全部揃ったからセーブしとこう。で移動見る景色だけか。よしよし、これは一緒ね。実際ジーヤ、そうそう、ジーヤさんみたいな存在なんですけどね、見た目はちょっと若いですよね。816番さんいらっしゃいませ。いやだって今のところ全部さ、必要なものって言われてたもの全部揃えたじゃん。であこいついねえな。こいついねえな。ちょまでも一人で行っちゃうことになるぞこれ。私はもう揃えたぞ。うん、全部揃えたと思う。でちょ話す。よし、山岡くん、栗田くんを連れて急いで出かけてくれたまえ。おっ、OK、来た来た来た。あれなんかあれでしょ、名前が書いてある役員の付けでしょ。ということで、トルコライスさんいらっしゃいませ。中港の町です。もう着いたんだ。コンビニエンス小林って書いてある。タバコ屋の隣、あれなんて書いてあるんだろう。専務って書いてある。あれなんだ。中港の町です。山岡さん、あと5日ですよ。よしよし、じゃあちょっとセーブしとこう。通報時間営業してなさそう。で、見る周り、お店があります。何を売ってるんでしょうか。話す。優子、山岡さん、これからどうするの。まず漁業協同組合の事務所に行ってみよう。こんばんは。ということでこんばんは。832番さんいらっしゃいませ。今日はね、おいしんぼ究極のメニュー3番勝負というファミコンソフトの方やっております。結構ね、バカゲークソゲーと言われてるゲームなんですが、私はちょっと興味があったので、今日ね、ちょっと深夜なんですが皆さんと一緒に楽しむためにプレイしております。組合の事務所ってどこかしら。あ、それでお話を聞く感じかな。ちょっと待ってくれ。おいバカだろお前、組合の事務所聞くために東京に戻ってくるとかアホだろお前。どんだけお前。一回帰る。帰ってみる。一回押してみようか。え、帰れちゃった。東西新聞じゃなきゃいけない。これやばいな。これやべえな。ちょっとこれはちょっとダメだ。ちょっと一回戻るね。で見る。お店があります。何を売ってるんでしょう。何日計画したんだ。ちょ待って、組合の事務所の場所。え、マジか。ちょ待って、戻るの。じゃあ本当に戻るの。え、戻るの。じゃあマジで戻るしかないみたい。じ
で、あ、そんな山本くん頑張ってくれたまえ。電話借りろよ、わらわら。電話しろよ、わらわら。やばいやばいやばい。見るとか、わらわら。え、まさかこれ、積んだのかこれ、もしや。コンビニがあるじゃろ、門前払い。あ、あったあったあった。戻ろう。ちょ、待てよ。え、ちょ、待てよ。ロードしろ、ロード。で、これで何回か見ればいいんだ。こういうことね。オッケーオッケーオッケー。どうやらタバコ屋さんのようですよ。で、話す。タバコ屋さん。移動、タバコ屋。え、話す？ちょ、待って。やばいよ、やばいよ。やばいよ、やばいよ。いや、それ知ってんだよ。頼むよ。話させてくれ、タバコ屋と。あ、来た来た来た。すいません。漁業協同組合の事務所はどこでしょうか？さあ、わかんねえな。魚市場だったら、ここをまっすぐ行ったとこだけども。ちょ、待てよ。ここまっすぐ行った。ちょ、待てよ。漁業組合わからんらしい。魚市場に行く？行ってみるか。魚市場です。活気がありますね。たくさんの人が忙しそうに働いています。話してみるか。話してみるか。市場の人。すいません。漁業協同組合の事務所はどこでしょうか。そうですね。いや、あれ S ランクです。ちょっと待ってくださいよ。漁協の事務所かい？だったら西側の通路を行った突き当たりだよ。オッケーオッケー。一応周り見とこう。なんか、取り忘れてるもんがあるかもしれないから。進んだ。オッケーオッケーオッケー。これはもういいのね。じゃあ移動だ。事務所、行ってみよう。漁業協同組合の事務所ですよ。さかなクンさんのモノマネうまいですね。違います。加害の人がいますよ。加害の人がいます。それだけ？それだけね。話してみよう。すいません、アンコウについてお聞きしたいんですが。アンコウだって？今の季節はアンコウなんて取れないよ。え？一体どうするの？フロフロって何だろう。いやいや、違う違う、話が違う。すいません、アンコウについてお聞きしたいんですが。アンコウだって今の季節はアンコウなんて取れない。いや、そんなわけにはいかない。ちょっと待ってくれ。なんか変化が起きるはずだ。違うのか？まさか積んだのかこれ。ハズレカードリッチだわ。魚市場。いや、絶対何かあるはず。ちょっと待って。多分何回か調べたら出てくるんだろう。どうせ。来た来た来た、市場の人。ボツさんいらっしゃいません。869番さんいらっしゃいません。いや、あんたか、用事は済んだのかね。実はあんこを探していたんだが、今の時期はあんこは取れないと言われてしまったんだ。何？おめえあんこを探してるのか。うん、確かに今はあんこは取れないな。だがムカデマルの現像なら。ムカデマルの現像、新たな人物出てきましたよ。881番さんいらっしゃいません。締め切りがね、あと6日しかないんですよ。誰ですか、そのムカデマルの現像さんって。これセーブしとこう。強そうな名前でした。怖いっすね、ちょっと怖いっすね。ちょ、もう一回話して聞いて。はぐれの漁師でムカデマルの現像という男がいるんだが。いや、それ美食家の人。やつはよっぽどいい漁場を知ってるらしくて、季節外れにとんでもない魚をあげてきてはわしらをびっくりさせるんだよ。ひょっとしたら、やつならばアンコを取ることができるかもしれない。オッケーオッケーオッケー。一緒のこと言ってる。じゃあちょっと、ユーコに話を聞いて、現像さんって人はどこにいるのかしら。密漁の集荷する。漁師を探すには港に行けばいいのさ。よし、じゃあ、移動してみる？行ってみよう。よし、セーブして。ちょ、2でセーブしよう。で、港。港さんのところ行こう。長港の漁港ですよ。周り船がたくさんあります。船探そう。あ、あの船はムカデマルと書いてあるぞ。多分そうでしょうね。多分そうだと思いますよ。私も何かそんなイメージですけど。ムカデマル行ってみる。まあ確かにね、まあそれはそうなんですけど、
まあ、時期外れのものを食べたくなるっていう気持ちも上がりますけどね、うん。ムカデ丸があるということは玄三さんこの近くにいるんじゃないかしら。え、玄三さん周りにいる？もう一回調べてみる。ダメか。むしろフォアグラに勝てるのはそれしかないのらしいね。なんかそのこのゲームの内容では、どこだ玄三さん、この周りにいるんじゃないかって話になったんだけど、この近くだろ。ダメか。じゃあもう一回魚市場に行くのかな。移動、真ん中の点々に出たら顔に見える、それかな。で、もう一回話してみようか。ていうか美食家の人は本物のフォアグラを教えてもらおうじゃないか、うん、って言ったのになんでアンコを出すのそこら辺ちょっと私もびっくりなんですけどね。あれ、いねえな。事務所か。いや話す、すいません、あんこについておく、あ、ダメだこいつ東京じゃこいつが現像だったら笑うわ。ちょっと待てよ、東京にそう、ん、東京にマジで言ってる。キレンジャーが持ってたのが現像じゃない違います、あれマグロですよ多分。港もう一回行ってみよう。持ち物、誰だ本当に分かんないな。もうムカデマラ見つけたんすよ。見る、町行ってみる、町行ってみるか。じゃあちょちょ、町行ってみる。じゃあ真後ろにいます。ダメか、コンビニの店員とか。で話す、見る、店話す。あのムカ、あ、本当だ、あのムカデマルの現像さんについてお聞きしたいんですが。タバコ買ってそう。ムカデマルの現像、あの酔っ払いならこの先の居酒屋千場にいるんじゃねえかな。マジか、千場、新しい情報ゲットしたよ。よし、情報やかよこの人でもタバコ屋さんのおばちゃんって結構詳しいっすよね。なんか私の友達でタバコ屋さんいつも使ってるあの駅前のタバコ屋さんで、なんか急になんか君の彼女浮気してるよっていう風なことを突然言われたんですよ。で、いやまさかみたいな感じになってたんですけど、本当に浮気したんですよ。で、やっべーみたいな、タバコやっべーみたいな、びっくりしました本当に。ということで、917番さんいらっしゃいませ。で、先輩行ってみましょう。まあ、やっぱ人とよく会うから、そう、試合でマジの話、びっくりした。いや、彼女はまあしょうがないやん正直、うん、彼女はまあそれは好きな男が他にできたぐらいよくあることじゃないですか、うん、私じゃないですけどね、友達が浮気されました。ふぞさんいらっしゃいませ。いや、その話聞いたときはタバコ屋すげえなと思いましたけどね。いや、まあでも男性もやるときはやるでしょ、みんな。どうせ。なんであのカウンターでかいこけしが立ってんの。あれ、こけしじゃないですよ。私じゃないですよ、本当に。で、見る。昼間から一人の男が酒を飲んでいます。話してみるか。あんた、ムカデマルの玄三さんじゃないでかい？見かけねえ顔だな。どうして俺の名前を知ってんだ。実は、あんたに頼みたいことがあって来たんだ。アンコウを取ってくれないか。アンコウだって？おめえバカか。休み休みにしろよ。ズンゼの長袖シャツ。無理は承知だ。頼むよ。とっくに適当すぎんだろ。俺はただで頼み事を聞くほどお人よしじゃねえ。わかった、酒使うよ。こいつめっちゃ可愛い顔してる。めっちゃ可愛い顔してやがる、現像。現像めっちゃ可愛い顔してる。現像の笑顔に草深き、これは。7割だ。この香りは。
めっちゃなんか喜んでるな。はい、監督和子です。かわいい。ってネタもさんいらっしゃいませ。現像はゆっくりと山岡のついだ酒を飲み干しました。いい酒だ。澄み切った水のようだ。いやそれ水言っちゃう。それ水だったんじゃねえのかおい。味わいの中に一本ピンと筋が通っている。昔の酒はみんなこうだった。ということで、監督和骨も休みますに言うぜということで、964番歳でしょもさ。山岡、そうだよな。本当にいい米といい水で酒を作ればちゃんとした日本酒ができるんだ。だが今の日本酒はほとんどがアルコールや添加物を加えて作るから、ぬるぬるベタベタ、とても酒とは思えない白物になってるんだ。へえ、そういうもんなんすね。うん、どうやらおめえは本当に物の価値が分かる人間らしいな。よかろう、人肌脱ぐべ。そうそう、あんこうの肝を調理するときに酒で洗えばとてもいい味になるんだよなって言ってますね。くるりんさんいらっしゃいませ。次の日港で会う約束をして別れました。そうですね、あん肝用に酒を残しとかないといけないですね。次の日、次の日、現像の待つ港へやってきました。セーブしとこう。一応3にセーブしとこう。よし、よう待ってたぜ。ほんじゃあ出かけっとすっか。そうですね、栗田さんと一緒に私泊まっちゃった。かっこいいよ。お前なんかずっとさ、これ山岡さん出てこないのかと思ったら普通に出てきましたね。これこれ山岡さん、これこれ山岡なのか。ちょっと私さ、お酒飲めないですよ。うん、一緒に漁行くの。一緒に漁行くみたいですよ。で、海の上です。山岡さん、あと4日ですよ。空明け方です。あ、出てきた。でもあれ頭抱えてたからさ。今日はいい天気になりそうですよ。海穏やかです。ベタナギというやつですね。話すか、優子。山岡さん、アンコウが取れるといいわね。現像、もうすぐだ。ところで、あのうまい酒をちょこっとくんねえか。これはやばい、これはやばい。これはやばいぞ、これはやばいぞ。これ残しとかないといけないやつですよね、多分。どうする。これいい家で行くよ。大丈夫かな。チェ、あ、頼むよ、ちょこっとでいいからあの酒はくんねえか。セーブはした、セーブはした。いいえ、ケチくせえな。今日は日が悪いからまだ明日やます。ダメだ、ちょっと待って、これダメだ。多分これギリギリ間に合わなくなっちゃうやつだ。だからロードして、どうすんだ。じゃあ、じゃあ飲ませた方がいいのか。行ってみよう。じゃあちょっと待ってよ。いや、あげてみるか。じゃあちょっと待ってよ。まあ一応さっき見たやつ全部やってみよう。で、海でしょ。で、話す、優子で、優子と話してみよう。これだけか。じゃあ行くよ。現像、もうすぐだ。そこであのうまい酒をちょこっとね、あげてみる。悪いな、へへ。うん、うめえうめえ。もうすぐだ。ところであのうまい酒をちょこっとくれねえか。どうすんだよこれ。悪いな、へへ。うん、うめえうめえ。もうすぐだ。ところであのうまい酒だ。大丈夫か。もうあげない。あ、ついたついた、ついたよ。オッケーオッケー。来ましたよ。何かをする。網を打て、場所を変えろ、港に戻れ。むずいなこれ。これむずいな。ちょ待てよ、網を打ってみる。もう一回やろう。これ運でしょ、運で行くしかないってこと。これマジか、マジかよ。
何回かやってみる。あ、お、これは大きいぞ。やりました。ついに暗号を捕まえました。え、奇跡起きました。ちょっと待って、捕まえましたよ。やりました、大物です。ちょっと待って、ねえ、どうすんだ。どうするんだ。セーブしよう、セーブしよう、セーブしよう。2番でセーブで、どうするんだったっけ。吊るして、殴って吊るす、殴るっておかしくね。1049番サイドします。吊るす、吊るす、まず吊るす、吊るしました。で、吊るして水を入れる、膨らんで切りやすくなりました。で、切る、目玉をくり抜くとこあるよ。水を入れた、振りますめったき目玉、皮、これ何これ、してみる。ちょっと一回してみようか、一回してみる。わかんない、ちょっとやってみるだけやってみる。キー、気合とともにあんこをめったくにしました。もはやどこが肝だかわかりません。すげえなこのゲーム。よし、いくよ。これ面白いな。スルースで、口に水を入れる、で、捨てる。ぽちゃん、あんこを海に捨てました。山岡は突然世の中が嫌になってしまったようです。疑問は世の中嫌になってしまったならこれやばいっすね、これ。このゲームのこの文章を考えたやつ天才じゃねえか。山岡さん、撫でてみようか、一回撫でてみようか。ねえ、よしよし、山岡さん何してるんですか。吊るしてみようじゃ。で、吊るしました。で、口に水入れる。よしよし、で、皮を剥ぐ。で、腹を、どれだろう、ちょっと待ってよ。え、で、で、肝臓だ。これがいわゆるあんこうの肝ってやつだ。取り出して酒で洗いました。オッケー、いきましたよ。で、え、これ合ってんの。ちょっと待って、怖いんだよな。一応2は残しとこうか、絶対2は残しとく。で、セーブ、セーブ4にしとこう。失敗でしょそれは。で、蒸す、蒸しました。さあ東京に帰りましょう。東京のレストランです。いよいよ決戦です。あ、もう決戦なの？もう決戦？大原さんをはじめ主だった人たちが集まっています。不安そうです。いきますよ、ゆうこ。山岡さん、だ、大丈夫？ちょっと待って、これ、え、何これ、どうすれば勝ちなの。ちょっと待って、理屈が分かんないな、これ。理屈が分かんない。ちょっと、どうすればいいんだこれ。どうすればいいんだろう。ちょっと待ってよ。あ、テーブルの上にはすでに最高級のフォアグラが並んでいます。もうこれでずっと行くんだ。あれ、話す、あ、これだ。大原、山岡くん、準備はいいかね。小川がいる。このフォアグラよりうまいというものを食べさせてもらおうじゃないか。いくよ、あん肝、いきますよ。これが最高のフォアグラよりうまいあんこうの肝ですよ。小川、何？飲み屋のおつまみに出てくるあのあん肝のことかね。これは大笑いだ、くだらん冗談だよ。しょうがないな、
まずは食べてみてください。文句はその後で聞きましょう。よろしい、食べてみよう。何これ、ちょっとバッグの色、美味しい。コクのある味合いはフォアグラに劣らないわ。うむ、しかもフォアグラにはない鮮烈さがあるな。わかんない。初期の栗田さんの可愛さが台無しだ。そしてこの顔。キュウリ。大原さん、あなたまで何を。確かにまずいとは言わんが、フォアグラとこんな下等な食べ物とは比べようも。でも食べ比べるとフォアグラは油臭くて味がべったりと濁ってるわ。あ、かっこいい。自然の中で育った健康なアンコウの肝臓と人間の小賢しい悪知恵で作り出した病的な肝臓とどちらがうまいか。しかもこのアンキモは取れたてをその場で調理したフランスから送ってきたフォアグラとでは鮮度も天と地の差がある。何を言う、フォアグラは世界中の食通がうまいと認めた味だぞ。そうとも、フォアグラの味がわからない。あ、ということで、1172番さんいらっしゃいませ。いや、面白いですよねこのゲームね。そうともフォアグラの味がわからないなんて食通じゃないぞ。なるほど、究極のメニュー作りに食通の先生方のご協力はいらんようだな。あなた方には新しい味を発見しようとする気構えが見受けられない。山岡君、究極のメニュー作りは君と栗田君だけで思う通りにやりたまえ。よかったわね山岡さん。食通と言われる先生方に対してつい意地になっただけさ。俺にはそんな企画興味がないんだ。まあそうですね、確かにね。わこつ、何食べてるの。アンキも全然新しい食べ物じゃないという。あ、これでクリアした。1話目終了。よし、これで1個成功しましたよ。これで1話目が多分クリアで、セーブしとこう。でこんにちは、ディースケさんいらっしゃいませ。お疲れ様でした。こんにちは、ゆうこです。今度我が社の、主催で印象派美術展を開催する運びとなり、京都の億万長者京極万太郎さんからルノアールの名作をお借りできることになりました。そのお礼に銀座の料亭花川でご馳走することになったのですが、谷村、今日は京極さんのために特に料理を吟味いたしました。いや、そうっすね、ゆうこもちょっとガイアっぽいですね。おきに、おきに、お、きよったきよった。どんな料理か。ではおやすみなさい。あ、おやすみなさいませ。寝る方はおやすみなさいませ。どんな料理なんか。ちょっと待ってよ、あれ関西弁がおかしいことになったぞ。おきに、おきに、おつ、お、きよったきよった。どんな料理なんか楽しみでんな、言うとります。すいませんでした。いや、難しいんですよ。何、お、めっちゃ怒っとる。もう結構や。なんもかも季節外れやないか。おまけに瓶詰めに養殖物やて。あんたらみたいな無神経な人間にわしのルロナール貸すことお断りやわ、言うとります。いや、関西弁難しいっすね。ま、待ってください。やれやれ、確かに、料理もひどかったけど、これくらいのことでへそを曲げるなんて、ケツの穴の小さなじいさんだな、言うとりますよ。ユーリーレマンさんいらっしゃいませ。なんやて。もう一度俺にご馳走させてくれませんか。あなたを納得させられたらルノアールを貸していただきたい。ええやろ、その代わり納得できへんかったら坊主になってもらうで。なんかおかしいな。なんかおかしいな。坊主になってもらうで。ちゃうな、坊主になってもらうで。違うな。難しいですね。山岡さんはただの東西新聞の文化部の一社員でも、すごい有名な美食家の貝原雄山の息子ってことで一目置かれてる感じかな。うん、
いいでしょう。言うとります。仲間増やそうとしとる。坊主とエカリウノと天秤にかけるはず。よし、ちょっと休憩しよう。ちょっと休憩させてください。疲れちゃった。よし、で画面切り替えてちょっと休憩させてもらいますよ。で、ただの親の七光やん。この時はまだ小山の息子ってバレてない。あ、そうなんだ、まだバレてないんだ。ちょっと休憩します。はい、延長とありがとう。いや、面白いっすね。よし、まあでも2時間で2時間以内に1ストーリー終わるんなら3つ多分ストーリーがあるって聞いてたんで、6時間以内に終わるんじゃないかな。延長さん、ありがとうございます。ちょっと休憩しますね。よっしょ。いいペース。いや、昔のゲームなんで結構もっと難しいのかと思ったら、まあでもちょっと皆さんの力があったからこそクリアできてる部分もありますね。ワコリンリン、ワコリンリンということで、1225番さんいらっしゃいませ。今日はね、おいしんぼ究極メニュー3本勝負というゲームの方やっておりますよ。まあ、結構ね、あ、そうなのかな、最初はまだ楽ってことか。でも面白いな、やっぱ。いや、なんか、まあ、リスナーさんの一人に、なんかダイレクトメールで、これ面白いよみたいなこと言われて、ありののつっこみが良くてこの回面白かったんだよな。あ、そうなんだ。有野さんのツッコミにはさすがに負けそうだな。こんばんは、ヒャッハ監督ということで、1228番さんいらっしゃいませ。ほんとそうですね、確かにその通りだわ。昔のゲーム特有の理不尽さが良いですね。やっぱそこをなんか感じさせないようにプレイできるのがいいよね、レトロフリークは。まあ、これはツッコミありきのゲームな気がしますよね。まあ、あと私も初見プレイなんで、完全に監督のツッコミも負けないよ。本当ですか、ありがとうございます。してもいい富士。あ、ということで富士さん、小手花残しだけありがとうございます。これからもよろしくお願いします。なんか初見プレイなんで、多分こんなことが起きるんじゃないかなとか予想しながら突っ込むのが面白いですよね。その上を来る場合もありますしね、昔のゲームなんで。アンチを叩くところで全部のパターン見てたからな。あ、そうなんだ。いや、それは全部試してみたくなる気持ちもわかりますね。てか、これもテキストを書いた人がすごいですよね。山岡は、なんかね、何でしたっけ、生きる気力を失いましたみたいな。クリアしたいですね。そうですね、クリアしたいですね。医者が用紙に酒を奢って実外れの。ということで、1235番さんいらっしゃいませ。確か食われるシーンあったよね、笑。あ、そうなんだ、そんなのもあるんだ。へえ。他のもちょっと試してみたいな。ちょっと試してみる。いろいろ試してみようか。ちょっと待てよ。さっきのシーンにすぐ飛べるんで試してみようか。よいしょ。で画面切り替えてこっちか。ではちょっとね、ちょっと戻ってみましょう。確か2にセーブしたはず。これだった。有野課長に挑戦状。いや、違いますけど。ちょっと行ってみよう。で、殴ってみる。ポキ。ひ弱な山岡。腕折れるんかよ。山岡。世の中が嫌になる。世の中が嫌になるだったっけ、さっきのやつ。いや、それよりもっとひどかったっすよ。腕が折れてしまいました。しかもゲームオーバーですからね。ちょっと待ってくださいよ。で、もう一回行ってみよう。他も試してみよう。塩を振ったらどうなんだろう。なめくじじゃないですよ。あ、それだけ？じゃ切ってみよう。ぐにゃぐにゃして切れません。あ、そうなんだ。じゃあ吊るして、吊るすまでは行かないといけないんだね。で、舐めてみる？これ怖いな。あまり美味しくなさそうです。それだけ？叩いてみる。バシバシ。あんこうはぐしゃぐしゃになりました。こうなってはもう食べられませんね。いや、なんかね、このツッコミ側のツッコミっていうか、このテキスト側のさ、文章体がなんか絵本みたいなんですよね。
それがいいっすよね。じゃあ他行ってみよう。折れないのかよ、ひよわじゃねえじゃん。いや今度は大丈夫だったんですよ。吊るすで、茹でる。そんな大きな鍋ありません。あ、確かに。切ってみる。ぐにゃぐにゃして切れません。あ、ここ普通なんだ。で、これは口水を入れて膨らませる。で、膨らまして、これじゃあ1にセーブしてみよう。しとこうか。OK。で、目玉をくり抜いてみよう。山岡さん、気持ちの悪いことはやめて。振り回してみようか。重くてとても振り回せません。めった切りはもうやったから皮を剥いでみよう。で皮を剥ぎました。よし、ここまで、ここまでいった。で次3枚におろしてみる。どうやっておろすのですか。いやそんな知らんわ。お前が書いておんやろうがこれ選択肢に。で腹を裂くが多分正解なんだよね。で骨を取る。どうやって取るんですか。いやだから選択肢に入れるなよ。だったらで細切れ、細切れにしました。あ、これさっき見たな、そういえば間違えちゃった。ではロードで干物。そんな時間はありませんよ。じゃあ腹裂くしかないんだ。腹を裂きました。のどちんこを取ってみる。そんなもの食べられません。あ、クルーさん来るんだ。クルーさん来るみたいですよ。皆さん挨拶の方よろしくお願いします。さて、クルーズの皆さん、こんばんは。ゲーマージャングルドキドキワクワクランラン放送局では、今日はね、懐かしの、レトロゲーム、おいしんぼ究極のメニュー3番勝負の方、やっております。結構ね面白いゲームなので、皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思っております。シャルウィーレトロゲーム枠ということで、皆さんと一緒に。のどちんこね、さっき取ろうとしたんですよ。そんなもの食べられませんって怒られちゃうんで。心臓取ってみましょうか。あんこうの心臓ってどこだろう。腸を取る。フォアグラよりおいしいとは思えませんみたいな、いろんなのが出ます。これは肝臓を取るしかないんだ。んだよこれ。ということで、クルーズの皆さんね、ありがとうございました。5人の方いらっしゃいません。今日元気ないですね。これがいわゆるあんこうの肝ってやつだ。取り出して酒で洗いました。でこっからだ。セーブして、そうですね、おとなしいですね今日ね。来たということで、クルーズからいらっしゃいませ。1267番さんどうもです。あん肝を作ってる最中なんですけど、いろんなパターンがあるんでね、やってますよ。ということで、にゃんださんいらっしゃいませ。ああ、そうですね。すいませんでした。また、なんか、なあなあな感じになっちゃいましたね。あ、クルーズからということで、クルーズからいらっしゃいませ。1273番さんどうも。焼いてみましょうか。焼きました。さあ、東京に帰りましょう。東京のレストランです。いよいよ、決戦です。やばいよ。やばいぞ。あん肝も焼いちゃったぞ。これどうなんだ、これどうなんだろう。ちょっと楽しみですね。焼いちゃいましたよ。いや蒸すんですけど、まあ一回ねクリアしたんですよ。で今回は違うやり方でどうなるかちょっと見てみようみたいなことになって焼いてみました。テーブルの上にはすでに最高級のフォアグラが並んでいますということで、でテーブルの上には、あ、これはもういいのか、話す。あ、で大原山岡くん、準備はいいかね。ある程度は見たいなと思ってます。このフォアグラよりうまいというものを食べさせてもらおうじゃないか。よし行くよ。あん肝どうだ。これが最高のフォアグラよりうまいあんこうの肝です。何、飲み屋のおつまみに出てくるあのあん肝のことかね。これは大笑いだ、くだらん冗談だよ。ここまで一緒だな。あ、そうなんだ。しょうがないな。まずは食べてみてください。文句はその後で聞きましょう。偉そうですね。ちょっと、もう勝つ気満々でいますよ、山岡さん。よろしい、食べてみよう。あら、なんだか生臭いわ。焼きだ、お前、どっちの味方だよ。焼きたてはとてもいい香りだったのに、冷えたらこんなにも生臭いさが目立ってしまうなんて。山岡くん、こんなものを持ってきてわしの顔に泥を塗るつもりか。曲げました。あー、なるほどな、いろいろあるんだな。どこから間違えたらため息しか出ないな。うん、確かにな。
知ってた。知ってた？あー、わらわら。そうか。謝ってください。他何が？そのまま？あ、生？生で言ってみる。やっぱり生のままが一番さ。そのままクールボックスに住みました。やばいこれはこれどんなことに言われるんだろう。ちょっと早く行ってみよう、早く行ってみよう。みんな食中毒で死ぬんじゃないかこれ。あかんの、何言ってんだ、わら、マジか。どうなんだろう。 OK で、大原に話して OK で、小川、このフォアグラよりうまいものを食べさせてもらおうじゃないか。で、使う。楽しみですね。これが最高のフォアグラよりうまいあんこうの肝ですよ。何？飲み屋のおつまみ出てくる。まあ一緒ですね。ここ飛ばしていきます。これは大笑いだ。くだらん冗談だよ。しょうがないな。まずは食べてみてください。文句はその後です。聞きましょう。これは？よろしい。食べてみよう。ああ、あん肝が腐ってしまっている。こんなに痛みやすかったなんて。山川君、こんなものを持ってきてわしの代わりどうする。腐ってもうた。1309番サイドしません。コミディオさんがね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ダメかやっぱし。なるほどな、これ面白いな。面白いわ。じゃあ栗田さんの顔相当ですよ。いやでもいろんなことができる、できますね本当にね。まあじゃあ第2話の方ね、ちょっとあ、ニルもやってみる。わかった。じゃあニルもやってみようか。ここからわらわら。ロード1だったっけ。でニル見ました。さあ東京に帰りましょう。どうなんだ、東京のレストランです。いよいよ決戦、まあ、これはさっきも一緒なんで飛ばしていきますね。でニキモですよ。で、話す。違う。見るで、周り。で、話す。大原。よし。ニキモは意外と美味しいんじゃないですか？どうなんだろう。これが最高のフォアグラよりうまいあんこうの肝です。何？飲み屋のおつまみに出てくる、あのあん肝のことかね？これは大笑いだ。くだらん冗談だよ。しょうがないな。まずは食べてみてください。文句はその後で聞きましょう。よろしい、食べてみよう。なんだかパサパサしていて、それに魚独特の生臭さも気になるわ。山岡くん、こんなに普通だな。やっぱし一番面白いのはやっぱ生なのかな。なんと、なんとって言ってましたよ。よし、じゃあロードしよう。監督料理言った、わらわら。さて、では、こちらね、第1話が先ほどで、暗記もね、うまく、あー確かにね、暗記も蒸してね出せば正解だったということは確認済みです。それで第2話の方行きましょう。こんにちは。